はい。では、よろしくお願いします。えっ、ー、と、MD の沖村と申します。本日は、e、Emergent World Representations Exploring a Sequence Model Trained on a Synthetic Task といわれる論文について述べさせていただきます。えっと、はい。えっ、ー、と、アジェンダとしてはこのようになっていて、えっ、ー、と、この論文での基本的などんなことをやっているかというところを説明していきたいと思います。 えとこの論文は、えー、とアイクリア r の2023に採択されていた論文で、えー、その中でもトップ5の査、えー、読の結果でオーラルの、えーとえー、発表がされている論文です。で著者たちは、えー、とハーバード大学の人とかサチューセッツ大学とかノースイースタン大学の方々です。ででこの論文では えーと言語モデルとその、なんでそれがし、えー、と喋れているのかみたいなところのエマージェントワールドレプレゼンテーション、まあ、そのような世界知識モデルみたいなところを、えー、設定していて学習しているんですが、まあ、もう以前からこういったテーマにちょっと若干興味があったんですけれども、その中でも特殊な設定で、えー、このような、えー、と言語モデルが行っているような問題について解くということで、まあ、言語モデルがなぜうまくいくのかみたいなところのテーマについて議論しているのが面白いなと思って、本日は読ま,読まさせていただきます。 こちらが概要になります、えーと。簡単に言いますと、まず言語モデルは、えー、と皆さんご存知のとおり、まあ、驚くほど、まあ、単純な次の単語を予測するという簡単なタスクと言われるような、まあ、簡単というようなタスクなんですけども、まあ、それでも多くのタスクで成果を、えー、あら示していることが知られていると思いますが、 この能力が実際にその配列を記憶していること、えー、とその統計上の文法を記憶していることによってその能力が発,現発生しているのか、まあ、はたまたその配列の裏側にあるような、まあ、ある意味ルールのようなものを獲得することによって、まあ、このようなことができているのかっていうのが依然としてわからないっていうのが、えー、と問題意識としてありました。なのでこの論文では、まあ、GPT モデルをある程度制約の強いような、えっ、ー、と、えー 知識、問題を解く設定として、ボードゲームのオセロをプレイヤーの手だけで学習を行うような設定で学習を行いました。でその結果、オセロの後方法的な手を予測できるタスクとして、この、えー、と問題、えー、実際に表層的な現れ方だけを見て、その裏のルールみたいなものを追跡できるかといったものをオセロを題材に検証していました。 その結果、ネットワークは特にゲームについてオセロの明示的なルールなどを学習することもなく、物の情報を内包したような内部表現といったものを獲得できることを示しています。でそうしたような内部表現が得られるんですけれども、この内部表現を介入することによって、ネットワークの、その全体のネットワークの出力を制御できることが明らかにしたり、まあ、このような介入技術を用いることで、まあ、実際に最終的な予測にどこのようえっ、ー、と、 ボードの情報が寄与しているのかといったような潜在的な顕著性マップみたいなものを得られることというものを示しています。で、はい、ここからは、えー、実際にど問題意識と、そして何をやっていったかというのをもう少し詳しく見ていきたいというふうに思います。で、まずま問題意識としましては、まあ、言語モデリング、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ、確か、えー、WN のようなトークンを、えー、予測されたときに、W1、えー、と W2 に それもで、そこから n-1、n の直前のトークまでの、えー、と出現確率を予測することで次の、えー、その次の単語を予測するといったようなタスクになるというふうに考えられております。でこうしたタスクっていうのは、比較的、まあ、ある意味で、定式化しやすいような、次のタスクを,を予測するといったような、まあ、簡単なタスク、えーまあ、ちょっとタスクが難しいというよりかは、定式化が簡単なタスクとして考えられて えとしているんですけどもこの学習を通じて、まあ、オンリーパーズルを解くことができたり、左、右側はコパイロットの、えー、と出力を取ってきたんですけども、実際にコーディングすることができるような能力といったものが現れることが、えー、知られています。まあ、一方で、こういったようなコーディングができたとして、まあ、このようなピボナッチみたいな言葉が出たときに、その言葉が、えー、と関連するようなものを 出力することによって、このコーディングができるようになっているか、がはたまたその、えー、このような、えー、と実際に、えー、プログラミングがどういうような意味を持っているか。 それが達成されているかということが今言ったに分かっていない。まあ、つまり、表層的なプロセスの関係を記憶していることによって、まあ、性能が得られているのか、まあ、はたまた内部的なこのプロセスを生成するその裏側のモデルみたいなものを、えーかえー、解釈できるということによって、まあ、このような性能が得られているかということが依然として分かっていないというのが問題意識としてありました。なので、今回のモデルに関しては、まあ、本研ではルールやボード構造のようなものを 自然的な知識を用いずにゲームの記録、ある表層的な記録を観察するだけで GPT 型のモデルが、えー、そのゲームのルールを獲得できるかというところに焦点を当てて、えー、と検証を行っています。なので、表層的な表現によってその裏側の,のルールみたいなものを構築できるかというのがこの研究の、えー、テーマになっていて、その題材としてある意味探索空間が広くて、なおかつ、えっ、ー、と、えー その中でのルール、ルールみたいなのを定式化しやすいオセロを題材にこうしたものをやっております。なので実際に、えっ、ー、と、ランダムに初期化した発想の GPT 型のモデル、そこまで大きくない GPT 型のモデルを使って、8×8、まあのボード上で、オセロの交互の手、えー、プレイヤーの手、まあ、例えばこの F4 とかに黒の、えー、人が置けると思うんですけども、そうしたものの、えー、実際に次の手を入力として送ることによって、まあ、そのような、えっ、ー、と、 オセルの実際にオセルのそういったものを GPT 型の形式で学習したときにどのようなことが得られるかということを検証しています。なので、えーと、モデルへの入力に関しましては、このようなタイルのインデックスみたいなものを、えー、とこうやって番号で単語のように扱って、そうしたものをトークナイズして、えー、とモデルに学習していくといったところになります。なので、学習においては、言語モデリングのように自己回帰的にこのような、えー、とこの段階には E の3のような 次の手が打たれているんですけども、こうしたようなことを言語モデリング的にどんどんかけていって、まあ、この E の3まで来たときに次の、えー、と手、白の手はどこだろうというところを言語モデリング的に解いて、そうしたもので、実際どうしたものがか、えー、内部的に獲得されるかというのを検証しています。 で結果として、えーと、実験にあたり2つのデータセットで検証したんですけども、えー、とそ,のでそれぞれのデータセットで学習した結果、えー、と合法的な手を打つことがかな,かなりの部分で可能になるということがまず示されています。えー、とつまり、その、えー、表層的な表現があることによって、ある程度次のルールに沿ったような次の手が打てるようになっているというところです。 で、ここのデータセットに関しましては、チャンピオンデータセットと言われるような、まあ、データ数としては14万件ぐらいで、オセロの世界選手権とかの対戦のデータ、えー、と手の連続のデータを集めたものと、えー、とそのオセロのゲームツリーから、えー、一応にサンプリングしたシンセシスの、えー、とデータセットの2つを、えー、利用しています。で、それぞれに関しまして、実際モデルを検証、学習しているんですけども、チャンピオンデータセットでは、 まあ大体、えー、トップ1の予測が合法となって、まあ、その場所がオセローは,、えー、とは相手のコマをひっくり返せるところにしかも合法を置けないと思うんですけども、そうしたもの,の、えー、9を大体94%以上で、えー、とトップ1の予測が合法にな手というものを予測できるようになっています。でシンセシスに関しましては、まあ、それよりも早くあり多くのデータセットを持っているというところで、まあれえー、とそれしたものに学習した結果0.01%ぐらいの エラー率で、えー、合法な手を予測できるということになっております。まあこれが、まあ、オセロ GPT のえっ、ー、とランダムな学習のあず行い状況やない状況でやってると、まあエラー率が93%を超えるとなると、えー、かなり合法的な次の手といったものを学習により獲得できているというとこになります。で一応参考的にえっ、ー、とこのうちのまあすべての、えー、ものの。えー 出方を理解しているというか、記憶してしまっているんじゃないかというところで、えー、と若干補足的に、まあ、最初の 4, 4箇所、所定のところへ置ける場所があるんですけど、意図的に1箇所を欠損した、まあ、ある意味偏ったようなランダムのデータセットで学習したデータ、新設してそのデータで学習したものでも0.02%のようなエラーレートで、まあ、非常に、えー、その意味では合法的な手を。えー あるる程度打てるということが示されていますでここまでは、まあそ,えー、そこまで、まあ、割とソロだよねっていうところなんですけども、まあ、実際にこのっとが、えー、この研究の、えー、ちょっとやっていたところで実際このような合法的な手が何となく予想できるときにその中で盤面の情報みたいなことは明示的には得られていないなんですけどもそのえっ、ー、と 打てるようになっている状況において、盤面の状況みたいなことをモデルが内部的に解釈できているか、というところをプロービングを使って検証しています。えっとプロービングっていうのはその層の内部状態内部状態え、そうですね。まあ、な何層目の状況があったときに、まあ、ただその層のえっ、ー、と状態だけを入力としてまあ、特徴の分類、えっ、ー、と64個のタイルの分類器みたいなものがあるんですけど、そのプローブ分類器を学習したときに。 学習データで、えっ、ー、と、<laughs> プロービングプローブスを作って、その、えっ、ー、と、評価レッドで評価することによって、その特徴の表現が内部のネットワークにちゃんと符号されている、符号化されているかどうかっていうことを検証しています。なので、えっ、ー、と、ある意味で、こうしたところに、えー、が、で、非常に、えー、その、版面に対する情報を、えっ、ー、と、その層の表現として、えー、入力に持っていることができれば、まあ、その層の プロービング例の分類の精度が高くなるといったような状況になります。で、ここでプロービングをして、実際にどれぐらいのレートで分類できるか、どれぐらいのところでエラー率がなっているかというところを見ているんですけども、まず1つ目が線形プローブで、一時的なプローブに、えっと、 一種の線形分類を用いた場合には、まあ、ランダムマイズとチャンピオンシップとシンセティックデータで、まあ、基本的にエラー率が20%を下回ることはなかったというところです。なので、版、まあ、面の情報が内部状態に含まれていたとしても、単純な、えー、と線形形式では表されて、表されることができない、まあえー、というような状況になっているんですが、まあ、今回、プロービングの層に若干もう少し線形分類機よりも説明を。えーと えーえー、と表現力の高い2層の MLP をつ用いた場合に関しましては、まあ、ランダムなネットワークと比較しましても、まあ、チャンピオンシップやシンセティックなデータで表したものに関しましては、えー、とかなり高い精度で、えーとそのえー、プロービングができるように、内部状態からの,、えー、その最終、えー、と盤面の状態の予測って,ってことができるようになっているというところです。 なので、今回の非線形プローブ、2層の MLP を用いた場合に関しましては、まあ、ネットワークの活性化における盤面の状態のひじめな表現を、えー、と2層の MLP によって回復できるといったところが示されている。ある意味で、そのプロービングに若干説明能力の高いものを使えば、十分に復元できる。えー、なので、内部に、えー、そのような内部の、えー、盤面の情報が理解されているといったところが、えー、と今回の非線形プローブによって明らかにされているところです。 でこのような、えー、と内部状態みたいなところが、まあ、ある程度そのモデルにエンコードされているモデルじゃない、えー、とモ,デルにモデルの埋め込み層にエンコードされているってことが示されたんですけども,もう今回その埋め込み層の,の値を活性,活性価値を変えることによって、まあ、他に介入することができるか、えー、なのでその、まあ、モデルの入力 えとモデルの埋め込みの値だけを変えると、その結果をいじることができるかといっところも検証しています。えー、なので、今回のやり方としましては、まあ、オセロの GPT から一定の活性化があるときに、まあ、大体このような、えー、と盤面状態を想像したときに、まあ、盤面状態と、まあ、ちょっと1箇所だけ異なるような盤面状態 B' といったものを があるんですけども、これが報告で、これがプロービングによって得られるように、まあえーとそのえー、最後のトークンの内部状態、が入力されたときの内部状態みたいなものを変更します。で、この,の表現状態を変えたときに、まあ、実際に手としては、で単語としては、えーと、このようなものが、えー、入力されているんですけど、埋め込みそうだけこのような一部のトークンが違うってとこに、 実際にその次のものを予測するといったときに、まあ、本来このような次のプレディクション、まあ、次置ける場所に対して、えー、と従来だと、えー、と、うというか、えー、プレディクションができ,できるようになっているんですけども、そのような最後の層だけ変えたときに、まあ、この予想できる場所みたいなこところが変化するか、置ける場所みたいなところの分布が変化するかといったところを検証しています。なので、まあ、最後の層だけ、 いじったときにどうなるか、最後の,その埋め込みをいじって変化させることができるかということを見ていました。で、結果的にもこのような内部状態を、えー、介入することで予測結果を操作できる、そういうことができるということが示されています。で、実際に2つのデータセットで強化、まあ、しているんですけども、まあ、上位 N 件の要素を変更したときに、 えまあえー、埋め込み層を変え,た変えることによって実現するというと、まあ、どれぐらい差があるかというところでいうと、まあ、5層以降の、えーとえー、と内部状態をそに損させるときに比較的平均誤差が低い。まあえー、となので、えーえー、介入によってベースラインよりもいい精度で予,予測をかい、えー、操作できるということが示されています。なので、これによって内部状態を変えてしまう。この E6 のものが変わるような内部状態を表作することができれば、実際にこのような、えーとえー、トークン上は同じよトークン上は、えー、違う、の入力順としては違うようなオセロの状態になっているんですけど、その状態を意図的に操作できるということが示されています。で、最後こ,れでこれが左右になるんですけども、まあ、今回の介入実験を行うことで、まあ、そのような 介入実験と行わない、例えば、まあ、あるタイル S について、まあ、S をえと表現状態として変えるときに、まあ、その近くにあるようなタイルに対して、P が、ネットワークの予測確率がかなり変化すると,ところで、半実仮想をすることによって,、まあ P に対してえ、P の予測に対して S がどれぐらいの、えー、予測確率を変化させるか、まあ、つまり、まあ、P の予測にどれぐらい S の状況が関わっているかというところが分かるというふうに思う。 指摘して、まあ、実際にそのような、えー、と予想に対して、まあ、どこのタイルの情報が、えー、と重要な役割になっているかというような顕著性みたいなものを、えー、表すような顕著性マップを、えー、と作ることを考えています。なので、まあ、顕著性マップっていうのは、えー、と画像の分野であるかと思うんですけどもこれが、まあ、潜在的な情報によって現れるということで被写者潜在的顕著性マップとして、まあ、このような えーと何かしらの場所がに対してその予測に対して重要な役割を占めるようなタイルっていうものの同定、えー、方法みたいなことをこのような中で示しています。でそれがそれぞれのデータセットで学習したときにどのようなものが得られるかについては、まあ、A がシンセシスのデータセットで学習したモデルで B がチャンピオンシップのデータセット、まあ、A が合成のデータセットで B が人間のデータセットでーがの まあ割と意図を持って作ったようなデータセットで学習したモデルなんですけども、まあ、シンセスのデータセットだと、例えばこの黒であるところが、えー、と予測のところになるんで、えー、と黒ちょっと、これが、えー、と D のクこの黒でしかかわれているところのタイルの予測に,に非常に影響を与えるトークについて、 見ているんですが、まあ、その隣のこの黒のあ、えー、黒、黒のポチ CD5 の黒とかがもう非常に大きな役割を担っているとところで、まあ、その手を合法にしてくれるようなトークに対して非常に多くの高い顕著性を示していることが、まあ、合成のデータセットではわかるんですけども、まあ、チャンピオンシップのデータセットでは逆にそれが合法にするのみというよりかは、まあ、次の時に え重要になるような、えー、他の値見たところのマップに対していろいろな値を示すような、えー、複雑な値を示すことが示されています。赤、えー、が、えー、そのトークの予想に対して、まあ、ポジティブな影響を表すもので青がネガティブな影響を与えるものなんですけども,もうこのような複雑な特徴性マップ、顕、え、著、ー、性マップを選ぶということが示されています。なので まあこのことがジャンピオンシップステップでは、まあ単純にどこに置けるかだけじゃなくて、まあ、戦略的にどこに置いたらいいのかな、みたいなところを学習するような、えー、っとことができているというふうに述べて、記者たちは述べています。なので、このような、まあ、予測性があるみたいな因果関係の説明について、このようなことが使えるのではないかという説明をされています。はい。で、こういったところが内容になるんですけども、えー、っと、感想を 簡単に述べると非常にトランスフォーマーが、まあ、実際何を学習してやっているのかみたいなところは結構実は皆さんがいいテーマ関心あるテーマだと思っていてもこうしたものに対して、まあ、言語だといろいろな変数がいろいろな情報が入ってしまってややこしくなってしまうのを制約条件のあるデータで学習しているのが、まあ、ちょっと面白いなと思いました。 で、ちょっとなんかじ皆さんも気になるかもしれないですけど、まあ、線形プローブでなんでダメです。非線形プローブだとなんでいいのみたいなところに関しましては、まあ、ちょっと明確に答えをえこの論文の中では述べているわけじゃなくて、まあ、今後の課題みたいなことで、えー、とオープンレビューで話してたんですけども、まあ、そしたらろがなんでそうなんだろうにみたいなところがちょっと述べられていずに、まあわかんないなみたいなところがありました。で このまあ、結構、この世界モデルとトラン言語モデル系の論文をちょっと読んで、よく読んでいたんですけども、まあ、やっぱりトイデーターでの検証みたいなところが、まあ、どうしてもなってしまって、まあ、この先にどういうような出方をするのかなみたいなことが、全体ととしてちょっと気になっているっていう感じです。で、まとめとしてはこのような形になります。言,、まあ、言語モデル、まあ、どのような、まあえーと どのように学習しているのっいうところなんですけども、GPT で言うと、まあ、その情報を与ええーと、合法的なルールを求めずに、そのようなボードの情報とかを理解するような内部表現が得られるとてところで、まあモデル、言語モデルが、まあ、その配列の裏側の世界モデルみたいなことを一定、獲得しているのではないかみたいなことを示しておりました、はい。発表としては以上になります。ご清聴ありがとうございました。木、はい、村さん、ありがとうございます。 それじゃあ質問、コメントある人いればよろしくお願いします。あ、矢口です。質問よろしいでしょうか。はい、お願いいたします。プルーフとかの5番のところの話なんですけどはい。もう、このもう一個前ですかね。ページ、あ、すみません、奥でした。はい、先です九9ページです。はい、ありがとうございます。ここで、えっと、いろいろ比較がされてると思うんですけども。 のはい、この新たな盤面の情報を予測する際に、これって線形とか非線形の層を加えるところの重みとかを学習するために、多少のこの学習みたいなものを加えてるっていう解釈で、まず大丈夫でしょう、はい、おっしゃる通りですね、8対2に分類して、はい、8, 8分の8のトレインデータで学習したときに、2の,エバ,リエーションのバリエーションのデータでどれぐらいの精度が出るかっていうところを学習してます。はい その際に、えっと、なんかどれぐらいのデータ情報を使ってるのかっていうのが気になって元のデータに対してんかどれぐらい必要なの,そのどれぐらいなんか量少なくていいんだったらそれって結構すごい内部表現を獲得してることになるだろうし、うん、なんかこうある程度精度を出すためにたくさんのデータが必要なんだとしたらなんかそれってまた新たにその段階で学習することに まあ、慣てるって捉えることもできるのかなって気がしてもちろん、うん、ランダムな状態と比べたらいいってことは、まあ、その完全にそうではないと思うんですけど、うんまあ、そのープの違いを見る知るためにも新たな学習データの比率とかそういったものをが気になりましたっていうありがとうございますそうですねえっ、ー、と確かにちょっとデータ数に関しましてはちょっと パッと出てこないんですが、まあ、プロービングをやっている以上、まあ、結構、な、ま、ん、あ、だろうな、まあ、その説明能力が低いんで、その分、偵察いっぱい使ってもいいやろみたいなところが、わりと暗黙に <laughs> 置かれている感じはあって、まあ、その、えー、と内部状態の情報と、まあ、分類に関しては、結構なデータを使っている、まあ、エバリエーション、そうですね、みたいな感じのところはあるというふうに思います。 でまあ、確かに、まあ、そうですね、まあ、ただその分、まあ、複雑なニューラルネットとかをで学習しているわけではないんで、なんかそこで、えー、とものによってやるかというよりかは、まあ、内部状態にどれぐらい情報がエンコードされているかってところを主眼に置いているので、なんかそこに関してはあまり、まあ、なんだろう、簡単なネットワークで禁止してるんで、そこの、まあ、十分こう、そこで精度が高くなるってことは、まあ、その内部状態が意味があるんだろうっていったところは置かれているかもしれないなというふうに思いました。なんです 対としてはまあけまあ結構使ってるけどまあそうですねまあえっ、ー、とまあ戦争が簡単なんでまあそこは見逃してくるよみたいなこところがあるのかなっていうふうに思いました。そうです。わかりました。ありがとうございます。あ他はどうぞ。あはい。ありがとうございまでです。ありがとうございます。あ,すあ,すあちょっとえっ、ー、と質問でえっ、ー、と。 これ介入をする、えー、ときに、これってど,どうやって、えー、と予測介入する内部状態を、はい、あの見つけてる感じですかね。ああ、はい。それに関しては、えーと、学習してるっていうところになります。えー、と介入の仕方に関しましては、状態を としたときに、まあそれをまあ、少し変えた時の、えー、ときの盤面状態の B' の、まあえー、B 予測結果、えー、盤面状態 B の予測と、まあ、実際の B' のクロスエントロピーをとって、まあ、介入、まあ、どうしたときにどういったような介入がしたときに、まあ、どういった変化があるよというところは、えー、と行って学習して、まあ、その中での介入みたいなことを入れているというような理解だと思います。うん、僕もちょっとここは 結構分かりにくくて、多分そうだってると思う。なんか、内部状態を操作するようなモデルをなんか用意して、でそれを学習させてるみたいな。あ、そうですね、そうだと思います。分かりました。あ,あともう一つあの、使ってるデータセットで、チャンピオンデータセットは、まあ、実際のプロの方のデータセットっていう。 な感じで、えっと、シンセシスデータセットなんですけど、これってなんかランダムにサンプリングしたデータってことで、えっと、はいはい。本当にランダムっていうことなんですね。そうですね、おそらく置ける範囲に置,け置いていくと、まあ、まあ無限に分岐すると思うんですけど、まあ、それで作った、まあランダム、ランダムといっても置ける範囲でランダムに置いて、 そういうものができるようになったデータセットになるかなというふうに思います。それを使って学習してもトップ1の予測が、えー、とすごく高くなるっていうことなんです、ね、そうですね、具体的な、えーとまあ、合法的な手を置けるかの例でいうと、まあ、それが勝てる。えーと えー、正しいといまか、あ、明確に強いデータ、強いモデルになっているかどうかは、さておき、まあ、合法的な手を予測できている確率は十分、99.99% 99ぐらいまで上がるというところです。ああちょっと、っかあのなんかサンプリングランダムなのに、最終的に学習した結果が合法的になるというのが、ちょっとピン<ー>とこなかったというか、これどう、どうやったらこうなるんだろうという。 ちょっと感想です、ね。そうです。なんかランダムといっても、置ける範囲でランダム、合法的な低ランダムなのかなって思っていて、ああ、そういうことか。そうですさすがに一個もひっくり返らないとだめなのかな、多分そこの制約を入れてるような気がしますね。なるほど、あごすみません、合法的っていうのはそういうことですか、ね。あそうですね、<あ>置けるところっていうところですあわかりました。はい、すみません。 質問一個いいですかあよろししくお願いいたしますああご発表ありがとうございますなんかこのルールに沿った手を打つ確率がなんかまあいろんなそんランダムなパターンいっぱい入れないと下がっ って,いかないよっていうのがあったと思うんですけどこれってやっぱりなんかそのオセロの配置自体がなんか 2D 的だから単純になんか一列に本当に並べればいいものよりも難しいみたいなんってあったりするんですかねあそうですねそこはあると思いますいやこの内部、えー、獲得すべき内部条件が難しいっていうのはあると思いますそそもそも結構 一段階でプロービング、割と僕が見る中で、一般的な線形プローブみたいなところで、割とまあ一線形分類でも十分エンコードされているよみたいなところが、プローブ使った論文で結構書かれがちなんですけど、それだとダメで、非線形プローブ、もう少し説明性が高いぐらいとダメと、なんかこのようなエラーレートが下がっていかないってことが示されているので、なんか獲得できるべき内部状態はもう少し、なんていうか複雑になっているっていうのは。 なんとなく述べていたことだというふうに思いますなるほどなんかこの制度だったら本当にプログラミングコンパイルエラーとか出ずにできるのかなってちょっと思っちゃったんですけど <laughs> やっぱなんかそういう次元の影響とかもなんかやっぱなんかしらありそうっていうことですかそうですねあると思いますあ,あ、面白いですねなるほどありがとうございます ははいかがでしょうかちょっと時間が押してるんですけど、はい、いろいろ,いろ,いろ聞きたい、っちゃ聞きたいんだけど、1個だけ聞くと、これって、えっと、なんていうか、昔から RNN の,の内部状態で地図みたいなものが復元されているとか、はいはいはい、ありますね。あ、a s に多分、アイクレアにもなんか似たような話出てたような気もするんですけど、 あの辺との関連で言うと、うん、なんて言うか言語的に書いているものの中で、このロのアハイス言語的なルールを理解しているということが、うん、まあ新しいっていうことなんですかね。うん、なんか、いまいち新しさが分かんなくて、まあ、それは、 広報かどうか予測してるよねっていう気はうるし、手が打てれば盤面の情報どっか連行としてるんでしょうねってのはそれ自体はそんなに不思議なことじゃないように思ってしまったんですけど。そうですね、やっぱりそこはなんかレビューでも一部指摘されてて、そこに対してなんか2点ぐらい言ってたのは、この盤面の予測、ツール、このなんだろうな、 えーと、まあ、ゲーム、ボードするゲームの中だと、まあ、チェスで行って、そのような合法だてを受け入れてるというのは、うん、ビッグベンチにも入ってて、まあ、そこら辺はあると思うんですけど、まあ、オセロっていうような設定でやってるのは、一つ、まあ、全然一つ違うところとして挙げていて、もう一つは、プロービング自体はまあ結構、まあいわゆる、いわゆるよくやられているところが言ったよねみたいなことをやってるんですけど、まあ、介入実験のところ、そこまで自明ではないようなことをやってるって。 えー、そのなんだろうな説明性みたいなところのマップを作るみたいなところは、まあ、やられてないですよねみたいなところは言っていて、まあ、そういったところで積み上げ方としては、まあ、妥当だよねってところで、えーとうん、そのようなレビューに関しては指摘して反応していたかなというふうに思います、ね。 はい。まあ、そうですね。まあ、がやられてないか、ちょっと疑問があって。まあ、ここは普通、サリエンシーシン測ってるってことですよね。あの、あ,ある、うん、あるしてる場所の予測値を変更しようと思った時の、サリエンシーシンみたいなのを測ってるってことで、まあまあまあ、やられてないってことはない気がしましたけど、 僕は確かにあんまり見たことはないのと、ちょっと僕厳密に僕何してるか分からなかったんで、またちょっとどかで質問しますあ。ありがとうございます。はい。あと細かいところで9ページの X12345678 っていうのは、これそう,そうであってますかこれそうですね、すそうですね。そうによって、で全ての層でチェックしてるってことですよね。はい、そうですね。未開入したの人っこたはいうのが大事で 下の選挙プローブで X6 より X8 の精度が下がってる理由とかって、ああ、に関しては、ちょ,まあ、ちょっとずるしてるってずるして、<ー> X6 で操作した後にその値を操作して、X7、X8 にも伝播してるみたいなところはあるので、ワンド、え、まあでもそうので、まあちょっと上の方が明確に分けてるわけじゃないっていうのがある、えー、こ,こ,ここも、はい、こ,こもれここもなんかその操作みたいなの入ってるでしょっけ、えー、プローブって別に単に独自を取って、 全然違うところの話してました。そうでした。うん、えっと、8である。うん、観測性にはまあ、だって8とか要は、なんか七8はデコーダーっぽいというか、うんうん、ぽくなってるってことなんですかねとかは思うそのと、特定の場所だけに注目して、なんかそれを処理するみたいな処理が7、8で入ってるってことなのかなとか、思いながら聞いてたんですけど。そうですね。 まあなんかた明確には書いてなかったんですけど、なんかちらっと見た気がするのはまあ意味状態を内包するのが明確になんだろう、層の、まあ後ろの層じゃなくて、いろんなところにエンコードされているはず、層みたいなところにエンコードされているはずみたいな話はいろんなところであ,、うん、あると思ってて、まあ今回のオセロの内部状態に関しては、内部盤面の情報というか合法の点に関しては、まあたまたま、まあそれな、うん、真ん中ぐらいの層の説明性が高かったっていうのは、まああるのかなっていうふうに。 思いました。真ん中というかささ後ろ、一番後ろ以外が高くなっているっていうのは、まあ、十分あり得ることではあるのかなという,う思ったって感じですね、うん、なる一応書けないんですけど、別に入力情報自体には、盤面の情報ってそもそも。入ってないです。はいはい あれ入ってないんですか。ええと数値系列とし社入ってる。あ、ケースと社入ってるんですけど、一四番目のところ入ってないってことね。そうですね。はい。あれこれ,これってごめんなさい。えっとどうやって入るんでしたっけ。えっと四 D この場合だと四 D が黒っていうのはどうやって入るんでしたっけ。えっと <D> そうですね。 えー、オセロ順番だと黒白黒白で入れるんで、まあに、締め切の順番で入っているってことです、ね。あ、そうすそうあ理解し,ましたあ、わかりました。ありがとうございます。理解しましたあじゃ、すみません。ちょっと時間おっしゃって<生>も含めて。えっと、じゃあ、一旦ここまでで、閉じたいと思います。はい、ありがとうございます。